友明信号場は、三重県桑名市営場にある、東海旅客鉄道関西本線の信号場である。単線区間と複線区間の接続地点に設置された信号場である。位置は、名古屋駅店 25.4km、桑名駅から 1.6km の地点である。かつては、単線区間列車交換型の信号場で、現在地から、 朝日駅寄りに 1km の地点にあったが、複線化により、単線複線接続型信号場となった。信号場以北では複線に対応する用地はほぼ確保されているが、桑名駅南方にある三疑鉄道北西線のガード形下のスペースが、単線が通行する幅しかなく、隣にも1車線分の道路があるため、同区間の複線化は困難である。 1982年の関西本線電化の際に、日本国有鉄道は伏線化を希望し、北西線の橋梁掛け替え費用の分担について、国鉄側の掛け替え分は国鉄負担、近鉄名古屋線側の掛け替え分は近畿日本鉄道負担とするよう提案したものの、近鉄側が近鉄名古屋線側も含めて全額を国鉄が負担するように求めたため交渉は不調に終わった。 そのためこの時点での伏線化は見送られた。現在のところ事業化の見通しはない。近鉄名古屋線の駅西駅の付近にあり、三疑鉄道北西線の馬道駅にも近いが少し距離がある。ありがとうございます。